今回のスピチューブは足森にあるとある場所に来ております。ひな人形が見える場所ということで今回お邪魔させていただきました。実際ねこちらお食事処ということでかなりリーズナブルな食べ物が並んでおります。見応え食べ応えというわけで今回もよろしくお願いいたします。というわけでね、今日やってまいりました。今日はね、足森に来ております。でも足森今年はね、ひな巡りがね、中止となってるんですけどもね、足森プラザさんってとこでね、ひな人形飾ってたんですよね。ちょっともうね、この、ね。まあ大々的にはね、その、中止という形になってるんですけどね、こういう形でひっそりと、あるということなんですけど、まあ、もう、ちょっと今日はね、その中でもご飯いただけるところでもっとすごいのが見れるということで、ちょっとお邪魔しようかなと。ちょっとね、お食事ところがあるんですけども、この中ですね。はい、こちら。すごい。はい、足森プラザの中にある公安茶屋さんというお食事処です。もうこちらね、びっくりしたのがね、値段がかなり安いんですよね。もう700円台でね、がっつりいけるっていう。見てください、これ卵丼とかね、中華丼。いやーね、まあ、この他にもね、いろいろとね、このケーキとか、まあ、このがっつり系のやつとか、もう様々なものがあるんですよね。もちろんお酒もね、ありますね。いやーすごいですね。で、ここね、一番有名なのが、足森メロンジュースってのが有名なんですよね。季節限定です。はい。で、今日は、こちらですね。立派な、ひな人形が。いやー見応えのあるね、数々のこのひな人形、いいですね。はい、というわけでね、こちらなんですけども、このシーズンになると必ず飾っているというわけなんですよね。これもシーズンによっていろんなものをここでね展示しているそうなんで、このひな巡り中止に関わらず開催されているということですね。こちら3月いっぱいまで、やられているということで、ぜひね皆さんもお食事のついでに、見てみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、というわけで若者ならこちらがおすすめということで、カツ定食注文いたしました。4分 is best。 はい、こんな感じでございます。あー、いいですねこれ。ジューシーなね、カリカリっとしてますね。じゃあちょっとこれいただこうかなと思います。皆様と一緒に食べれるご飯屋さん、ラッド。
まあ、今年はね自粛ということでひな人形飾ってないんですけど他の店あの場所はね。でもここはね毎年このシーズンシーズンでそのディスプレイが変わるそうなんで、まあもう通常通りというか毎年恒例なんで毎年とかも毎回変えてるようなんで、まあ5月人形だったら兜とか、まあ、冬だったらまあそういう雪系のやつとかねいうことなんで、まあ今回はこんな形で飾っておられるということですけども、まあね人が今年は来ないということでなんかあれですけど、まあこれ3月いっぱいまでねやってるということなんで、ぜひ皆さん行ってみてください。それではまた。というわけでご視聴お疲れ様でした。今回は岡山市北区足森にあります足森プラザにお邪魔させていただきました。この足森プラザとはということなんですけど、新しい情報発信と文化交流、そして安らぎの場として親しまれているようですね。また情報コーナーや陶芸や木工芸が体験できる工房もあるようです。でそして今回この足森プラザの中にあるお食事処コーアンジェアさんをピックアップさせていただきました。まあ、この動画を見たらわかるとは思うんですけどもね、このメニューがね思ったより安いと、まあ大体こういうところって結構いい値段しますよね。でもまあ大体700円とかまあそれぐらいで定食いただけるとがっつりですよね。がっつりな定食から普通に3時のおやつじゃないんですけど、ケーキとかコーヒーとかそういうのもあるんですよね。だから普通にもうね街歩き的な感じでねふらっと寄ってね、あこれ食べたいあれ注文みたいなねしたらいいんじゃないですかね。はい、というわけでまあねその中にひな人形たちが飾られているということで、まあ今回ね足森のひな巡りはなかったんですけど、こういう感じでね食を楽しみながらおひな様を楽しめるという場所でぜひ皆さん行ってもらいたいなと思いますね。まあこの営業時間がね9時から16時、お食事は11時からとなっておるようです。ぜひ皆さん合わせて、行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。